高知市長浜にある高知競馬場です。3階に新しくできたのがこちらの体感ギャラリーです。入り口入るとレースで使われるゲートが出迎えてくれます。気分はまるで競走馬です。これは出走馬を一斉にスタートさせるゲート。高知競馬で以前使われていたものです。先月上旬からおよそ1ヶ月間、高知競馬は馬の暑さ対策と馬場の改修のためレースを開催していませんでした。この休みも利用して通路だった場所を大改修。今月7日に体感ギャラリーをオープンしました。高知競馬の売り上げは昨年度過去最高となる958億円を記録。インターネット発売の割合はおよそ 97% を占めていて、実際に競馬場に足を運んでほしいという思いからギャラリーを設けました。ギャラリー内には体験コーナーがたくさん。高知競馬や2013年に廃止となった広島県の福山競馬のファンファーレ9種類を聞き比べることができます。スタートの合図を送る人が立つスターター台は実際に使われていたものです。さらにゴールではゴールの瞬間を撮ることができます。撮影した写真はスマートフォンにダウンロードして楽しみましょう。ギャラリーの奥にある物知りギャラリーでは高知競馬の歴史や馬場の模型が展示されているほか、高知市出身の福永陽一元騎手と長男優一調教師の記念品などが飾られています。また入場門付近には乳幼児スペースを新設。子ども向けのボルダリングや授乳室などがあり、小さな子ども連れの家族が競馬場をより快適に過ごせるようになっています。ギャラリーを体感していただいて、実際に競馬を見ていただくとまた違った楽しみ方ができるのではないかと思っています。お子様から、競馬ディープな競馬ファンの方まで、見て触って、体感して、様々な体験ができるコーナーになっておりますので、ぜひ、ご来場いただけたらと思います。体感ギャラリーと物知りギャラリーは高知競馬開催日の開門時刻から最終レースまでオープンしています。競馬がその馬券を買うということだけじゃなくて、見て楽しむ、家族で遊ぶイベントだというイメージの、植え付けっていうのが大事になってくるんですよね。そうですね、なお、ギャラリーと乳幼児スペースは無料で利用することができます。